どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グルリインボーク、今撮ってるのは7月8日なんですけど、7月7日かな、白黒の誕生日だよな、7日だよな、ということでね、早速弾いていきたいと思うんですが、まあ、性能の方はそこまでではないと、まあ、2人いるんで、2人が混乱と、麻痺で片っぽずつってことなんですかね、これはね。まあ個人的に麻痺の方がいいよね。混乱って結局どういうあれになったんだろうか、扱いになったんだろう、知らんけど、よし、麻痺の方がいいんじゃないの。確率が違うのかな、麻痺と混乱で。はい、というわけで単発10回やっていきたいと思います。まあまあ俺ね、グルカルの頃は確か白の方を引いてたのかな。よく黒はね結局持ってなかったんだよ、最後の方まで。 SSR プラスの話だけど、だから俺は黒の方が今回欲しいかな、性能うんぬんより。出るかどうか別としてね。あ、ちなみに報告なんですけど、前回ぐらいのガシャ動画で弾いた月山さん、売ってましたね、知らないうちに。レアのキャラを売ろうとしてて、多分その流れで SSR のあのカルマーと月山さん、普通に売ってましたね。謎。なんか月山でも強化したろうかなと思って、SR オールアッパーが余ってるんでね、やろうと思ったら、なんかいないですよね、ボックスの中に。あら、ちょっと、若干ショックでしたね。まあ、使うことはなかったんだろうけどね。育成だけはしておこうかなと。お、え、あ、これ SR か。なんか、SSR 見えたわ。SR はちょこちょこ。まあ、誕生日ガシャって基本、誕生日と季節物のガシャは基本的に闇だと考えておいた方がいいんでね。ダメっすわ。お、あ、ウイさん、何気初めてなんだ。タオル紐ってるな。自分の攻撃力、まあ自分か。これで味方だったら強すぎるな。250% アップか。SSR のウイさんはいつ来るんですかね。ストーリーの追加してくれないとさ、そろそろ。あれじゃないの。てか最近新しいピックアップ来たっけ。来てないよな。なんか出し渋ってないか。どん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 もう進めてこうぜ。今どこまで進んだっけ。窓さんまで。今10日か。10日まで進んだんだっけ。多分10日だよな。いやでもあそこのひなみ助けるところの10日だったら制服じゃないとおかしいのか。わかんねえな。どこまで進んだんだろう。はい、ということで。SR はそこそこ出たんですけど、まあ SSR は出ませんね。まあいいんじゃないかな。記念に10連引いたってことで。はい、次誰だっけ。次、オモさんだっけ。ああ、その時までに頑張って石ためよう。ストーリーとか俺全然消化してないんでね。ちょ、見ますか。俺ストーリーとか、まあちょっと消化してんのかな。ここら辺とか、全然石取ってないんで。まあでもそこそこ石は回収できるよね。まだハードもあるしね。全然やってないんで。本当やってねえな。やべえぞ。一種回収頑張ってやっていきましょう。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実行動画でお会いしましょう。